コウ鍋の具材コウ鍋は暗光目コウ化に属する木暗光を主な具材とする鍋料理。一般的に西のふぐ鍋、東のコウ鍋と言われ冬の代表的な鍋料理として東日本において広く食べられているが特に茨城県及び福島県いわき市の鍋料理として多くの店で提供されている。 調理前のアンコウ鍋調理後のアンコウ鍋アンコウは西のフグ、東のアンコウと並び称されている高級魚である。アンコウは日本近海の水深100の300メートルの砂泥底に生息している深海魚で底引き網でパの魚と一緒に水揚げされる。漁獲港日本一は山口県下関市とされているが茨城県を境に北のアンコウ、 南のアンコウと分けられ、北の海で取れるアンコウの方が高値で、取引されている。特に親潮と黒潮が交わる鹿島灘海域は、プランクトンが豊富で質が良く、久慈漁港や日立漁港、平方漁港で主に水揚げされているきはものは、築地市場で上物とされている。深海魚であり、外見が奇妙であるが、食べられないところがないと言われるように、身はもちろん、皮や内臓、 エラなど、骨以外はすべて食べることができる無駄のない魚である。以下の部位を七つ道具と呼ぶ。肝とも、布の代名エラがわらん層のないオスのアンコウは、個体が大きくなることもなく、商品価値が低いため、市場に出回ることはない。料理として使われるのは、メスのアンコウである。アンコウ鍋の味付けは大きく分けて4種類。どの調理法でも最後にご飯と卵、出汁を加え、 おじやにして食べることが多い。下月あんこを絵に描いてもなめろ、うおへんに安いと書くは、春のことと読まれており、11月から2月が旬である。水温が低くなることで身が締まり、春先の産卵に向けて肝臓が肥大化することで味が良くなる。特に1から2月頃が最も美味しい時期と言われている。産卵後から夏場にかけては、肝も縮み、味も落ちる。 通常、魚は、まな板で捌くことが多い。しかし、アンコウの表面は、ぬめりがあり水圧に耐えられる。柔らかい体のため、大きな個体になると、まな板の上で捌くことは難しい。そのため、吊るし切りと呼ばれる方法が取られる。その方法とは、下顎に針状のものをかけて、アンコウを吊るし、水や氷を入れることによって安定させ。 あんこを回転させながらさばくのである。江戸時代の頃から始められていたと言われている。現在でも、茨城県にある大洗いホテルや一部の食事どころでも店の前で、吊るし切りを行っている。あん肝には、食物連鎖の過程でアニサキスが入る場合があり、生食にはあまり適さないとされる。生のあん肝は、摂氏60度で1分間以上加熱するか、引く。 摂氏20度以下で24時間以上冷凍することが必要である。あんこう専門店で出てくるあんこう料理は大抵下ごしらえをしているため問題はないが、あんこうを購入して自分で調理する場合は食中毒の恐れがあるため注意が必要である。なお、アニサキスに関してはきちんと処理していれば全く問題性はないものであり、寿司ネタになっている以下にも、 漁獲時に付着していて、暗ウだけが特別というわけではない。アニサキスの混入頻度は漁獲される場所によっても大きく異なるようで、2002年12月から2003年2月にかけて行われた調査では、ボストンよりの輸入暗モでは、アニサキスの混入が 1kg あたり9隻でその半数近くは死滅していたとされるが、中国からの輸入暗モでは、 アニサキスの混入が 1kg あたり111隻で、そのすべての生存が確認がされており、数値上で大きな開きが出ている。アンコウは栄養成分も豊富である。80%を水分が占める低カロリーの魚だが、アンキムは脂質量が40%も有り高カロリーである。皮やヒレにはコラーゲンが多く含まれており、 ビタミン C の多い食品である野菜と一緒に食べる。鍋は肌をきれいにすると言われている。瞳必ず体調本朝食感272ページにアンコウについて記載されており、原禄時代から親しまれていたようである。またアンコウを吊るして捌く調理法も表現されている。かつてはアンコウと表記されていた。また、美食家として知られている。 徳川光国が食したとも言われている。小菅慶古町、水戸黄門の食、玄禄の,の食事場では、水戸独特の料理法は、ともすで食べたと書かれている。玄禄料理を世に広め徳川成明が編纂した食彩録文献が有名。特に、暗記もは、海のフォアグラとも称され、江戸時代の頃には、山頂二魚と呼ばれる後大珍味の一つに数えられていた。 水戸藩から皇室に献上されていた郷土料理である。山頂二魚とは鳥イコール鶴、ひばり、バン、魚イコール大、アンコウのことである。国立感染症研究所のホームページ、市場における輸入アンキモのアニサキス赤線虫の感染状況。ありがとうございます。